で、まずお話に入る前に、まあ、マスターヒロさんとはいまだにね、週に2回のペースでお会いしたり、あとはズームとかでお話したりして、ご教授いただいてるわけですけども、この成功診断もやすについてね。どちらかというと、やっぱ枝葉のお話っていうよりは、どこまでもやっぱりこの成功 OS の話が中心で、それの細かい設定をいかにできるかになってくるんですよ、だんだんね、細部に至るまで。昨日も渋谷でお会いしたんですけど、ね、リアルの世界で。まあ、長女の話、うちのね。で、うちの長女も実はこの成功シンドローム OS っていうのは皆さんと同じように、1年半ぐらい前かな、高校1年生の1学期頃からこのお話を開始して、で、それでインストールをするっていうね、試みを行ったんですけど、まあ、同時期に僕の場合は、まあ、長女と、あとは僕の弟ね、ロイ式に参加されてる方とかは、まあ、うちの弟も会ったことあると思うんですけども、で、まあ、孔明弟の場合のミッションっていうのは、まあ、酪農10年で、ね、ご存知のように、月収20万円のブルーワーカーずっとやってた人生は変だ、ね、僕とは全然違う環境で育って、社会人でも僕は海外にずっといたんで、もう全く会話もほとんどないような状態だったんです。夢中になったので自分のことに。 で、帰ってみたら弟がパソコンも持ってなくて、イージーウェブのメールしか使えなくて、やばい状態になってた。たまにちらっとは見たことあるんですけど、あんまり会話もしなかったし、話が違う。まあ、北のセオリーそのものは、まあ、ゆっくりと開始したんですけど、まあ、どこがこうやって成長の要かっていうのは、マッサーヒルさんがこう成功シンドローム OS を教わってからこれ分かるよ。じゃあ、まず身の回りの人たち変えないとダメだってことで、弟にも。で、あとはマッサーヒルさんにも、いや、継承ってちゃんとやんないと、ただお金与えるだけじゃやばい状態になるよっていうのを教わって、言われてみても確かにそうだって。で、長女も次女も相当やばい状態になってたから、もうあげるものだけであげといて、何も放置みたいな感じになっちゃってたわけかもしれない。遊ぶことは一緒にやってたけど、遊んだりとか、どっか旅行行ったりとかは、何も教えてない、放置してる状態になっちゃってた。そういう状態で、やっぱりこの成功診断を超えず、自分自身がこのインストールをしていく中で、あ、これやばいなっていうのは明らかにもう分かっちゃって、その2組にこの取り組みを開始して、まあ、同時に皆さんたちにもこうやって増田ヒロさんが教わったことを皆さんに継承するっていうね、ことをやってきたわけですけど、まあ、昨日のお話の中でね、長女のお話になって、まあ、マスターヒロさんとマスターヒロさんの姪っ子さんっていうのがいて、このマスターヒロさんの姪っ子さんもすごい方で、これの受験で私立のトップの某大学の某学部を1位に入ってるんですよ。ってことは、私立ベースだと日本1位なの。もう当然ながら、成功 OS っていう意味では、ものすごい精度のものが入っていて、もちろん受験そのものに関しては、マスターヒロさんも、まあ、某有名大学を出てますけど、かなり昔です。僕と同世代っていうかね、僕の2校目ですけど、マスターヒロさんが。だから今日のご時世と昔で全然違うのが、ね、受験のご時世です。今日の段階ではこの姪っ子さんにも入ってもらって様子を見ていただくやってるんですけど、で、昨日時点でようやくある意味この土台の合格が出たんですよ。まあ、もちろんこれから来年高校3年生で、来年が本番の受験ですけど、土台の合格って何かというと、この成功シンドローム OS 部分の合格が出たと。その受験に対してですよ、まだね。で、これから何が始まったかというと、最後の1年間でようやく枝葉の設計図を入れていいってことだったんですよ。わかりますかね。必殺技的な、ね、ものとか、どうやってじゃあ1点、2点を確実に取っていくかっていう、やっぱり上の方の戦いになると、この1点、2点が勝負を分けるっていうのは確かにあるんで、ただそこの枝葉のところに手を出していいのは、そんぐらいあったと思うんで、土台のこのベースだけで戦っていくっていうところがやっぱり求められると思うんで、そこのところの段階で枝葉に進んでいい、これからも徹底的にこの必殺技を教えていくから、日本の私立の1位をこれ1位で通過した必殺技を教えてもらっている。まあ、それまではでもずっと考え方の部分だけでベースで戦ってきた感じですよ。ただベースで戦ってきた中でも、学校の勉強ってすごい分かりやすいなっていうのがあって、順位で出るんですよ、今、その私立高校とかでね。そうすると最初、やっぱり400人いる中で、150位ぐらいのからスタートだったんですけど、200位がそこら辺の間で100人。で、やっていく中で、まあ、6位、5位、3位ってなって、まあ、前回テストで1位と。で、今回どうなるかってまた1位か分からないけど、まあ、基準は学校内、校内じゃなくて、もう外ですけどね、当然ながら。外でどのぐらいかっていうね、話になるわけですけど。まあ、ベースの基礎のこのね、やり方だけで、まあ、そんくらいまでは上がっていくと思うんだよね。でもこれ言われてみれば確かになと思って、部活とかでも例えば優勝を目指してね、なんか部活やってる時ってテクニック使わせてくれないじゃないですか、春の試合とかね。で、テクニックを許可いただけるのは秋の本当に本番の試合の直前じゃないですか。それまではもうひたすら基礎トレばっかさせられて、基礎だけで勝てないんだったら勝てなくていいぐらいの勢いでやらされるんですか。あ、なるほどなっていうのね、ありますよね。手先でなんか言っちゃうね。まあ、確かになっていうのもあります。で、まあ、一方ではこの弟も成功 OS を学びながら、今度アプリとしてはロイ式ね、
ロイ式でやってると思うんですけど、ロイ式のメンバーね、見て分かる通り、まあ、最初弟と同時期にみんなで1期生とスタートして、で売り上げはすごく伸びていましたね。今1期生の中で1になる、当然ロイさんとはこれ全然あれですけど、でも弟ももうロイ式始めてちょうど1年ちょっと経つのかな。でもロイさんから未だに枝葉のテクニックの許可は下りないし、全員1期生全員まだ基礎だけで戦い、だから応用のって小手先に走ってダメだと。やっぱ勝ってきた人みんな同じこと言うんですよね。だからここら辺がやっぱり基本って何っていうところで、まあでも世の中の大多数の人はこの概念をなんとなく知ってても、こういう風な捉えてないですよ。この競技においてこうだよねっていう捉え方をみんなしてるんですね。だそれが ABC イコールになってないから、これは成功するけどこれはダメみたいな現象が起きてるんです。ただこのマスターヒロさんが体系化されたのは、それが勉強だろうがビジネスだろうがどんなものにも通用する共通の成功法則、この土台の部分、ベースの部分で、もちろん当然ながら受験だったら受験の最終的なテクニックとか、ロイ式だったらロイ式のテクニックとか、でそれぞれの設計図のテクニックっていうのはあるんだけど、そうじゃなくてその前段階にあたる考え方、脳の OS、 土台の部分、この部分を追求して体系化されたのがこの成功シンドローム。最近ね、でも思ったんだけど、大学受験勝ち取ったね、めいっ子さんにしても、まあ、ヒロさんの娘さん自体はガチのこっちじゃなくて違う方法で推薦で取ってたんだ、有名な大学ね。しかも地方からすごい難しいんですよね、地方からそこでポンって東京の有名大学に行くっていうね。勉強じゃないやり方で、やっぱりすごいんだよ、やり方が。勉強じゃないやり方がね、取ってってるんですけど、でうちの長女のこのなんだろうな、やっぱりこの成功 OS を教えていく中での勉強のスタイル、これ見てると学生ってすげえなと思っていやすげえ真剣なんだよみんな。例えばほら、あの学校の勉強って分かりやすいですか、ランキングが出ちゃうから周りと、だから頑張ろうっていうなんかあれも出てくるじゃないですか。長女のその勉強の様子って見てるじゃないですか、弟の様子見るじゃないですか。長女とかこのめいっ子さんとかがね、こっちの世界入ってきたら無双されるんじゃないかなまあだから昨日も弟と一緒に整体行って帰ってきてってね、あの往復で4時間ぐらい一緒だったんですけど、過去にそうやって頑張ったことのない人にこの頑張るの顔クオリティを伝えるって、これはこれでね難しいなと。なんだけどビジネスの世界でのこの頑張るのクオリティが難しいのが、ビジネスって収入が上がれば上がるほど労働からはどんどん離れていくじゃないですか。だから会社の中でも上に行けば行くほどこういう労働はしないでしょ、こういう労働汗水垂らして一軒一軒回ってんとか、それはもう本当に20代とか30代まででしょ。そこからはどんどんと知能の仕事になっちゃうから、一見何もしないで新聞読んでたりとか、一見何もしない状態っていうのが増えてるから、今の今日時点で例えばファーザーとか見ても動画の前でも遊んでるようにしか見えないし、マッサーヒロさんに 見てもね、2000万のマセラティに乗りましてね、高級な服に身を固めて、そう昨日もルイ・ヴィトンバンとかね、かっこよく持ってこられてね、あれなんですけど、なんか遊んでるようにしか見えないじゃんで手にはスマホでね、ドラクエウォークやってるしこの大人になってからのこの頑張るのクオリティを見るのがすごい難しいなと思う。そこの難しさはね、ちゃんとね理解しないといけないですよ。しかしたらね、この受験生たちの姿を図書館で見に行くとか、そういうのをした方がゼロイの段階ではビジネスいいのかもしれないなって。ドラクエなんかこの世代が入ってきたら無双されるんじゃなかったって弟とか、そので一方でロイ式のね日本一とか行ってもみんな真剣度がそこまで取ってくって感じじゃないんですよ、受験生みたいな。なんか曖昧じゃないですか、このほらあの社会におけるこの年収とかこういうお金の概念というのは、まあ、会社の中で成績が発表されるようなね、営業職とかそういう業界だったら、どこすに1位取るとか2位取るとか3位取るとか5位取るとかなんかあるって、もっと必死になれると思うんだけど、なんか結構ほわっとしません？ここ、やっぱね、難しいなと思って、頑張るのクオリティというか、その真剣度というか、取りに行く真剣度。学生さんたちは、だから上の大学ね、行く人ってのは、本当真剣だから、ね、競争が分かってるかな、そのどんくらい。厳しいから数値化されるから全部、ここは分かりやすいなと思って、でもなんか弟がのほほんとしてやってて本当真剣にやってるからって心の中で思って、でもほら結局周り見ると弟もロイ式のメンバーたち見ると弟よりもさらに売り上げが低いわけですよ。でそうするとあこれでいいんだとか思っちゃったら危険だなっていうね。でもこれがね難しいのは、年収ね400万ぐらいのところまでは全然そんな感じでも簡単にいけちゃうんですよ、仕事の世界っていうのは簡単にいけるんですよ。ところがね、大人たち大丈夫っていうのあるけどね、例えば年収を400万から1000万に上げるってどういうことかっていうと、簡単に言うと入手率が13倍ぐらいなんですよね。400万から1000万に上げるとこの難易度っていう13倍狭きものなんです。でさらに年収1000万から2000万に上げるってどういうことかって、数値化するとさらに年収1000万から2000万までに 9.5 倍上がるんですよ。たった2倍なのここは。もうイメージわかります？年収400万は誰でももう2人いれば1人上がるんです、簡単に。平均年収が偏差値50ってことです、簡単に。でもここから年収1000万に行くと一気に13倍、
だって 3.8% だ。で、さらに1000万から2000万、金額当たった2倍なのに 9.5 倍でしょ。そうすると年収400万から年収2000万っていうのは124倍ぐらいなんですよ。だから400万ぐらいまでロイ式努力も何とか式でも稼げるような状態までは意外と早くすぐ見えると思うんですよ。頑張れば。それなりに。ただ、こっから先の、じゃあどうやって年収1000万以上いくのか、年収2000万以上いくのかっていうと、当然ながら大人の世界で、誰もが欲しがるお金の世界でね、3.8% とか 0.4% だから、本当は総計とか、ね、国大の基準ではないんですよ。総計とか国大は、じゃあクラスでね、生徒がいて、じゃあ総計入りたい人ってのは、そんないないんですよ。じゃあ東大入りたい人って言ったらもう、最初から適前登校してるからみんな、そのから目標にも入ってないんですよ。ところが、お金に関しては、じゃあ1000万取りたい人っすよ、はーいです。2000万取りたい人は、はーいですよね。わかりますよ、この倍率っていうか、ね、本当の競争倍率。だからこの中での、じゃあ年収1000万、年収2000万、大人の偏差値で68、大人の偏差値77って、どういう頑張れのプロリティなの、その真剣に取りに行くっていう意味でも頑張るんですよ。作業で頑張るじゃん。真剣に取りに行くっていうね、この真剣さ。なのっていうクオリティは、ここがね、なかなか見れないんですよ、世の中に。でも最低限、学生と比べると分かりやすいかなと思って。学生で偏差値68ぐらいでやってる人たちを様子見て、ここより真剣度ね、取りに行こうと思う、その真剣、気持ちの真剣度が負けてるとしたら、結構やばいじゃないですか。やばいっていうのは、やばくはないんだけど、まあ年収が平均に落ち着くよって話になる。だからそこの見えない部分を、まあどうこれみんなが見ていくかっていうのも、難しいところじゃないかなと思いますね。だから逆に言うと、学生のね、教えた方が、すごいわかりやすい。周りが必死である。で、地方の人だとそんな真剣じゃない人も多いけど、東京とか行ってやばいからね、横浜とか東京とか。よ、ふと見回してみると。もうこんな小学校のキッズたちが犬カバン取ってこうやってね塾に行ったりとかね、もう親が真剣に怒鳴ってたりとかして、スタバで子供に対して、それドランクがいいかどうかも別としてね、もう周りガチ勢ばっかりしてよく見てみると、タワーマンなんか住んでみるともうガチ勢ばっかりして、エリアによっては某横浜のエリアだと、例えば小学校から中学校に上がるときに、普通は公立行くじゃないですか。中ではお嬢様、お坊ちゃまがいて、私立に行った人もいるかもしれないですけど、私立に行った人いますよ、小学校か中学校、この中に。ところが、横浜のある地域だと、そのエリアの地域で、80% 以上がお受験で中学行って、で、普通に小学校の会話の中で、いや、僕、受験しないで、受験しないよって言ったら、あ、中学校行かないのって素で言われるんだろう。そのエリアでは、義務教育は小学校で終わそれが基準なんですよ、みんなの頑張るの。まあ、それもなんでかというと、ほら、そういう両親たちは、まさに学歴がね、もしかしたら自分自身が学歴がそんななかったの。だ子供たちに学歴ないがゆえに、ちょっとほら、ね、社会で泣いたって人も多いと思うんですよね。学歴なくてもうまくいくって人もいるけど、大多数はそうじゃないわけです。学歴がそのまま年収に反映しちゃうわけですよ。大多数。だからそういう親御さんは多分それを記録を得て、子供だけはなんとかっていうね、その気迫でやってるからそうなってるんじゃないかなっていうのはあるんですよね。だそのガチのクオリティを見た上で、じゃあお金の世界の修羅ってどういう人たちなの、そこから逆算してこの人たちの考え方っていうのをインストールしないと、なんとなくの400万は簡単にいけるけど、本当のこっちにいけないよって話。やっぱりこの本当のこっちに行くためのこの考え方そのものがやっぱ成功指導も OS だから、そこの部分を意識してやってもらうといいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。